断電できました。鎌倉にあるような電車みたいな感じでいい感じでした。さあ今から金閣寺目指して歩いたり、まだ金閣寺入れないでしょうからうろうろしたいと思います。金閣寺がもうすぐそばっていうことらしいです。行ってみたいと思います。やっと着きました。松屋により、いらっしゃいませ。マクドナルドにより、はい。そして今金閣寺行っても空いてるんでしょうか。この時間今8時過ぎです。結構マクドナルドで時間を通しました。物々しいガードの中入っていくことができそうです。なんかもうやたら国宝っていう感じの敷地ですよね。敷地内のありようなんですけど、これはちょっと期待できそうです。この苔にしてもピカピカしてるように思えます。広そうなところですよね。左大文字山、あそこにあるぞ。金閣立ってますね。今ここだ。現代史総門、まだ入れないみたい。境内全域立ち入りタバコ禁止ですね。やっぱり立ってますから。このベンチは先生方のチェックポイント用です。金閣寺、修学旅行生とか先生がチェックするでしょうか。どれだけ集まったか。そういうものがあるというのも金閣寺ならではかもしれませんかな。このソフトクリーム屋さんも大入りなんだと思います。なんと抹茶味、メロンソーダ、コカ・コーラ、なんか中国語で書いてありますね。400円。宇治抹茶ミックス、北海道バニラ、黒ごま、いいんでしょうか。こんなこと言ってて、もうすぐ金閣寺開園みたいです。会場っていうんですか、会場ですね。金閣寺会場のようです。今3分前ですが、しっかり並んでますね。
これが入場券ね。準備はいいですか？3、2、1。どうですか、このチャラチャラした鳴る金閣、ちょっとピカピカしててすごかったです。あんまり暑いんでアイスじゃなくてアイスクリームじゃなくてソフトクリームじゃなくてかき氷にしました。抹茶のかき氷、抹茶のかき氷あるよ、抹茶のかき氷こっちで食べてね。そんなことを外人のお姉さんに言われてここで食べることにしました。今年初めてのかき氷です。団子みたいなのが出てますね。これで350円でした。いただきます。金閣寺重要です。クリックや、うん、色は雅、色は彩り、絹かけの道っていうんですね。金閣寺から次は国立堂元印象美術館、なんか展示してるのかな。龍安寺は行ってみたいですね。龍安寺1300メートル、ちょっとあるな。行ってみよう。